新型コロナウイルスの影響で運休していた旭川と台湾を結ぶ定期便が今日3年3ヶ月ぶりに運航を再開しました。今日午後、旭川空港です。台湾の台北から乗客156人を乗せてタイガーエア台湾の定期便が到着しました。およそ3年3ヶ月ぶりの再開で到着第1便の搭乗率はほぼ 100%。 北海道を訪れる日を心待ちにしていたようです。这里就是有很多美丽的花亭和薰衣草，然后还有这里的甜点很好吃，所以还有韩馆的夜景，还有牛奶冰淇淋拉面拉面拉面。タイガーエア台湾の旭川台北線は6月末まで週1往復、7月からは週2往復運行されます。旭川市は就航実績がある他の航空会社にも再開を要請する考えです。